4月、同居する女と大麻 8.3g を所持した疑いが持たれ、広井容疑者は去年9月、大麻 0.012g を所持した疑いが持たれています。警視庁によりますと、2人は共に逮捕された男に対し、大麻の栽培などを指示していたとみられ、警視庁は2人が主導して大麻の密売を行っていたとみて調べを進めています。